はい、本日もご視聴ありがとうございます。本日は、岩手県の方ですねの小渓流に来ました。ここはね、去年、ヤマメ大きい、今水槽に来てるヤマメですけど2匹釣った渓流です。ただその時の動画ね、間違って消しちゃったんで、アップできてないんですけれども、その時、去年のね一番最後の釣りの時にですね来た渓流に本日は来ました。で、来たはいいんですけど、まあもう風切り音聞こえてると思うんですけど、風がね今日結構吹いてて、まあ釣りになるのかなっていうちょっと疑問もありつつなんですが、まあ今日明日ちょっと釣っていこうとは思ってるんですけど、ちょっとね明日も風強いみたいなんで、とりあえずまあやれるだけやってみようっていうことで、まあ今ね、入渓できました。いつもね私が釣ってる地元の家の前の川よりはだいぶこう水量も多く、川幅もね少しですけど大きくて深さもあるんですよね。でこの間、まあ、動画にはなってないですけど、釣った時はそこまで登りきらずに終わったので、今日は、まあ、できるだけ調査も兼ねてね登っていきたいなと思います。まあ、台風の影響で川の景色がねどのように変わったかもちょっとね、もうすでにそこ倒木があるんですけど、それこの間来た時はなかったので、まあそういったところも調査しながら釣り上がってみたいなと思います。この川はね本当河口近くからヤマメが釣れるってことで、まあ今回は結構河口からはもう山の方に来てる場所から釣り始めますけれども、まあ今後ね機会があったら河口の方からもちょっとチャレンジしてみたいなと思います。では早速準備してやっていきましょう。はい、では早速やっていきたいと思います。風がねだいぶ強いので、かなり今日はちょっと糸を短くして超鎮釣り方式で、まあ、やってみて、まあ、多少ね谷になってるのでもしかすると釣り上がると風弱くなるかもしれないんで、まあ、その時は普通の糸の長さにしてやっていこうかなと思います。餌は今日ミミズ使ってきます。昨日の夜ね多少雨が降ったようなので、まあミミズの方が有効かなと。ちっちゃい魚影がすごいいますね。すごく小さい。でもやはり結構ね今7号使ってたかな、大きいんで。来ましたね。あー当たりはあるんですけど、
られてるだけかな。食いが悪いのか針が大きいのか。やっと釣れてくれましたね。ちっちゃいですけどヤマメちゃんが、おっと、いやー、やっと釣れてくれましたよ。まあ、去年もねこのポイントで出た実績があったんで、ここはと思ってね。Thank you.
はい、ではこの子もリリースしたいと思います。まあ、今日はねヤマメを釣って帰りたいので、まあサイズ的にはね水槽にいいサイズなんですけど、まあイワナちゃんなので今回はリリースです。はい、おっとっとっと、ゲット、ヤマメですね。狙い通りのポイントから下でやろうかな。ヤマメゲットです。まあ、サイズはね今日一発目に釣ったのと同じくらいですかね。ついてる。あ、抜けた。